死を奪われるわけにはいかない。はい、絶対に渡しません。力を合わせて押し返しましょう。敵は大軍、総大将を撃つしか道はない。だが一体何者なのだ。腕輪の力を引き出せる雪村殿と銀兵、彼と二人を失うわけにはいかん。そして総大将である劉備殿も私たちにとって欠かせぬ存在です。心得ました。愛と愛の力でお三方を守り抜いてみせます。うわはぁ抜け取れ。ちょっと激しい攻撃、ちょっと力があれば押し返せるのに。銀兵殿、反撃の牙必ず訪れる。そう信じて今は耐えましょう。賊殿、行け。出てきた奴らを蹴散らしてみせろ。わずかな金で言うことを聞く。賊とは便利なもの。敵が多い上に賊もあったので、愛の力を試されているようですね。奴らはあの地をよりどころとしている。その望みを断ち切ってやれば無駄だ。すでに忍びを潜入させてある。あとは内より撹乱する。超方面水産だ。何ぞ敵の手の者か。いかん、直ちに排除するのだ。その勇気、アヤの心にも響きましたよ。超死流剣山しまうとは。さすがです、あなたならばと思っておりました。お前も悪どい手を使う。おかげで攻めやすい。兵の策も相当なものだ。自軍の消耗なくして敵を削ったのだ。兵は多い、兵士たちがしのぎを削っておりますね。ですが、この陳郊外の出番にはまだ早い様子。緑殿、時が満ちるまでしばし、しばしご辛抱。緑殿。俺は誰の指図も受けん。倒したいように倒し、叩き潰す。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいですね。もしやと思ったが、ヘルセウス殿の姿はないだろう。ご無事であればいいな。無事に決まってます。ヘルセウス殿がいつ帰ってきてもいいように敵を追い払いましょう。銀兵殿、あなたの言う通りだ。命に代えてもこの地を守り抜いてみせん。俺の道を塞ぐな。門を開けろ。なんと緑殿のおかげで綿密な計画が台無しに。しかしこの陳郊台、転んでもただでは起きませんぞ。緑殿が抜けてきた道、あそこから進軍できるかもしれない。この俺に策などいらん。最強の部で打ちのめしてやる。なんという闘志。真田の戦、ここに示さん。私だって抜けません。この地みんなを守らなきゃ。俺の前に立つ。いい度胸。我慢できねえ。おら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 。せりゃ行くぜ。ゼーラーもらった。
さん、邪魔だ。神の武よ、邪魔だ。押して参る。一息に乗り込め。敵将、長寿を勝ち取った。骨はあるようだな。少しは楽しめた。追い返せてよかった。敵の勢いも弱まったみたい。銀兵殿、今こそ好機です。いざ呂布殿の来た道をたどり敵陣へ切り込まん。長州流剣断、竜となる陣だ。とどめだ。おや、お出ましかね。ここは私が相手の陣。俺が行く。超風炎水槽、これほどの敵が一瞬で。押して参る。罠だったか。でもあの敵普通の人じゃないよ。狐を乗せた人を倒せば消えるかも。頼んだぞ雪村殿。銀兵、今だ。そんな、この地は必ず守り抜こう。俺が行くぜ。我慢できねえ。おらおらおら、きっと道を切り開いてくれるでしょう。雪村たちであれば問題ありますまい。我らは守備に専念しましょう。おお、その力で世に正しきをなせよ。あなたが我が武器の大将か。容赦はいらないな。邪魔だ。一息に乗り込め。ほら、私の術をこうもたやすく破るとは。ここはひとまず引いておこう。門が開いた。敵総大将を狙うは今。はい、どんな筋肉の人が出てきても力いっぱい頑張ります。ペルセウス殿、君たちにはそう名乗っていた。ペルセウスはもうどこにもいない。私の名はロキ。君たちが力を借りているのはテュールとフレイヤ、私の仲間だ。そんな、おかげで我が主オーディンを招くことができた。私たちを利用していたんですか。役に立ってくれて心から感謝しているよ。エルセウス殿の敵だったなんて、私たちずっと心配していたのに。ああ、君たちの元から疑われずに去るため、ダッキと一芝居打ったんだ。そちらにいた目的は、腕輪を探させ、使わせること。すべての腕輪を見つけた時点で、用は済んだから。今日はただの挨拶だ。この辺にしておこう。次になったら、容赦はしない。セウスと、そうだ。
銀兵殿、気を確かに。今は敵に囲まれている。この七を抜けねば。共にいざ参る。お前が総大将を撃つ策もならぬ。しかも敵の包囲は一層強まってしまう。今だ、くらえ。我が叶う相手じゃねえか。残念ながらあなた方はすでに我が術中。秦皇大の名を知らしめるため撃たれてもらいますぞ。工場はいい。貴様らの相手、鬼神の娘が務めよう。あなたを倒し、皆でこの地を脱してみせる。もはやこの地を捨て逃げるしか。その退路すら我々には残されていない。うろたえ者、門前の敵を撃てば結露は開けましょう。今だ、気を急ぎましょう。真の武勇。逃げない。火種は完全にもみ消さぬ。同感だ。あれ、大変、敵がたくさん。忍びと敵が一斉に。率いている者を倒せば皆散るかもしれません。加工業、出会ったことを後悔すると。変に立てつき世を乱す火種、消そう。戦意を失ったようだ。あ、門が開いた。これで残っていたみんなも撤退できますね。おお、道が開けたか。雪村殿に続き、この地を脱するぞ。式を待たせるなんていい度胸だな。伏兵か、真田の槍で貫くまで。私だってもう伏兵くらいで驚きません。
今だ、食らえ。この私こそ英才の誉れ高き小式だ。その記憶に刻みつけておる。さすがです。あなたならばと思っておりました。俺が行くぜ。超分煙水産、我が手に力を。邪魔だ。一気に乗り込め。うわ、私の経歴に傷をつけたが、次は許さん。どうにか突破できたら。はい、ちょっと体が痛いですけど。いかな窮地にも揺らがぬ心、見事ですし。やっ、ついた。超死竜剣山。敵将、そこを動くなよ。あなたこそ天下無双の強者です。そんな見事に負けちまうとはな。頼もしき同志を得て私は幸せだ。あら、ここまで逃げてくるなんてやるじゃない。ご褒美に痛めてあげちゃう。ダッキー、一体何を企んでいる。オロチはこの世界にいるのか。教えてあげない。でもきっともうすぐ会わせてあげられるわ。人使いの荒いことだ。呼ばれた以上相手はするか。ここで強敵とは。またあの人、こんな術を使われたらどうしよう。生命さん、手を抜かないでちゃんと戦ってよね。ごまかそうったってお見通しなんだから。はいはい、ずる賢いキツネは扱いづらいね。あら、それはどっちのことかしら。銀兵、雪村殿、頼む、皆のために力を振り絞ってくれ。うろたえてはなりません。義と愛の力を信じるのです。お前たちならできる。私はそう信じているぞ。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。砕かれるのと裂かれるの、どっちに来るの？確保できました。急ぎましょう。あと少しです。みんなで頑張りましょう。どうにか脱することができたか。我らの血は敵の手に渡ってしまったが、私たちの居場所は他にもあります。仲間のみんなが無事ならそれで。ペルセウス殿、用地は奪われたが、よし、うまくいったな。
うん、これでよかろう。アレス軍の石田三つ。連合軍はこの間のと。二方面より進攻し敵を叩く。我らは南を攻めるぞ。北の敵は任せときな。槍の股さ、男を上げてやんぜ。おや、都心屋さん、まっすぐ突っ込んできました。ここは孤立させてまいましょう。これがおとりになって都心屋さんを引きつけます。宗神さんは背後に回って東方の敵を撃ってください。承知した。宗神殿、ここは力を合わせるぞ。聞こうとならば、いかな難敵をもしのぎよう。年上殿、さすがに出過ぎでは。口挟むんじゃねえ、清正。ここは勢いが勝負だ。年上さん、あれじゃ狙ってくれと言わんばかりだ。これも殿の殿に。いざ参る。孔明様、敵は二手に分かれて攻めてきています。打ち取ったり。こちらの混乱を誘っているのでしょうか。それにしては少々高いです。彼らの狙いが何なのか慎重に見極めねばなりません。長身、ここより敵は通さぬ。信じる者のために。いや、それがお前の本来の生き様なんだ。長、三つ成と。お見事です。私もあなたに習いましょう。おい三つ成、どういうことだ。秀夫様の命もないのになぜ戦を仕掛ける。お前たちに説明していては日が暮れる。秀吉様のためだと思って黙って戦うんだ。なんだ、この頭でっかて馬鹿にしてんのか。後で怒られたら全部てめえのせいなんだ。一息に乗り込め。これが最善。つまり何が考えている。仕事して真価が問われるは今ぞ。清正たちに真実を告げぬとは。三つ成、お前も厄介な将軍だ。あいつらがどう思おうと知らん。そのために策を台無しにはできんのだ。仲間に任せよ。
策の練り直しだ。さあ今です。門を閉めてください。超支流殺しちゃってか。これじゃどうにもなんねえ。おや、いいんですか。それじゃ遠慮なく押しつぶさせてもらいますよ。年上か。から言ったんだ。リスナイ、さっさと救援するぞ。行くな。ここで動いては敵の思うツボだ。何だと？てめえ何言ってるか分かってんのかよ。年上、いや槍の又田さんを見捨てんのか。総大将は俺だ。黙って従うんだ。さあどっからでもかかってきやがれ。ここ見せてやろう。お前とは熱い勝負ができそうだ。来いや、槍の又田と刺して勝負だ。面白い。その喧嘩勝ったぜ。頼もしきことよ。自分も負けてはおれん。貴公こそ真の三国無双よ。お教えさんの窮地にも動かなぁと。つまり何か別の狙いがあるんですね。三成殿は以前より納得のできる様子でした。この信仰も本意ではないのかもしれません。水産邪魔だ。真の武勇、真の武勇だ。超支流剣山。俺の負けだ。煮るなり焼くなり好きにしろ。左近殿、敵を孤立させ封じ込める策、お見事です。これで二面作戦を防ぐことができました。敵も迂闊には動けないでしょう。こうもはまるとさすがに拍子抜けですもんね。なんだよ、嘘だろ。まだまさにが下るとか。ガチでありえねえ。年家殿、秀吉様を裏切るのですか。すまねえな。これが俺の仁義の通し方だ。秀吉も分かってくれるぞ。まあ、お見事ですな。年家殿が下ったか。これでは敵に包囲される。全軍撤退せよ。三成、先に行け。俺が神狩りを務める。義経頼んだ。清さ、正成、行くぞ。待て三成。義経やべえだろ。敵こんなにいいんだぞ。置き去りにすんのか。俺たちが無事引くための神狩りだ。そんなこともわからんのか。だったらお前一人で引け。朝乗り来い。趙雲を倒せば敵大将はすぐそこだ。趙雲が討ち取った。敵が突入してきました。趙雲殿と共に迎撃を頼みます。バカ、やはりこうなったか。月夜は悔しそうですね。戦車のことでも考えてもらうんですか。運命を討ち取った。はい、孔明様には全てお見通しですね。あれがあれば敵を一網打尽にできたでしょう。頼もしきことを。敵に乗り込め。自分も負けてはおれん。これが最善。一方が敗れれば一方が包囲される二方面作戦。こうなることは見えていたはずだ。邪魔だ。ええ、撤退する口実を作るための布陣のように見えます。そしてその通りになったと。お前の地位は日々磨かれているな。悪いが地位を借りるぞ。
そこまでだ。好き勝手させるかよ。しゃらー、こっちで気合い入れたから。やめろ、俺が行くぜ。我慢できねえ。おら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 。敵将、そこを動くなよ。通りの流れってやつだ。秀吉とではなく、これを三成殿の策ですね。詳しい話は後ほどじっくり伺いましょう。お見通しということか、三成。これでいいのだ。あなた方は時の流れには逆らえない。男をあげるぜ。うん、これでよかろう。殿に託されたのは、申し上げます。
人間が怪物を従えて